おはようございます。Nintendo 3DS 版スーパーマリオ 3D ランドパート12回目でございますと。入場。いや、まだや。失礼しました。入場。改めまして。ワールド8。これどこまでクッパを追いかけないかんのやろうか。はてさて、ここがラストステージの、あっと、これはちょっと、ここから動く？はい。だだつだだだだだつだだだだだだつだだ。こう、急にガッと来て、これ、コインもさね、多分、急にガーン、火の玉と一緒や。だでだ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 でだ。ちょっと待ってや。おっと。いや。よろしくお願いします。クッパ城入店。まずはこれはクッパ城の案内にというような感覚でよろしいのでしょうか。クッパが口を開けました。おっと、ここで待ち受けるのは、スーパーハッパと。スーパーハッパ。失礼しました。で、このまま進んでいきますと、奥から火の玉が飛んでまいりますと、クッパ城へ入る。クッパ城の奥へ進むマリオを、何としてでも止めてやろうという勢いを感じますね。ここから来ました、3連続の火の玉。そして、あっ。ここでなんとか逃げたい。進んでいきます。難なくクリア。次に待ち受けますのは、くるくる回る火の玉。こちらはどのようにして回避するか。ジャンプでいいですね、ジャンプで。おっと、大事故が起きてしまったようです。タヌキマリを召喚します。ここから石のちくわブロックがありますね。石のちくわブロックを難なく飛び越えますと、次に待ち受けるのは、地獄。まさに地獄。おっと、コインを取り逃してしまった。ただし、焦ることはない。このまま冷静にゆっくりと着地しますと、またしても案内に、地獄への案内には、私を、いや、マリオ、奥へ運んでくれるようですね。ちょっと数が多いかな、なんて言っておりますけども。あ、変な声が思わず出てしまった。出てしまったが、全然問題ないでしょう。ここから先にどのように進んでいくか、これは、さあ、ありがとうございます。ありがとう、輪っかをくぐりました。ありがとう、輪っかをくぐりますと、次に待ち受けるのは、またしてもありがとう輪っか。失礼しましょう。微妙な操作を難なくこなし、このままタヌキマリオ、野菜ことたぬきマリオはクッパ城本店へと入店。マリオ。
さあ、たぬきマリオ進んでいきます。ここは冷静に。一度のミスが全てを終わらせてしまう可能性がある。それがこのクッパ城でございました。ここは冷静に。冷静な移動を見せてくる。頼りになる国ですね。あ。頼りがいがある。まさに模範的なプレイだと言えますが、どう思われますか？そうですね。大変素敵な、素晴らしいプレイだと思いますね。失敗もなくここまで来ておりますから、このまま進んでくれると、すごく助かります。何を言ってるのかっていうのはちょっと難しいところだな。おっと、ここはクッパフェイント。ここはジャンプで回避します。おっと、ここは追い込まれてしまった。ジャンプ！いいですね。ここは軽々とスイッチを押していきました。見事、クッパ撃退と言えるでしょう。おっと、まだ時間が300秒ありますね。300秒ある。にもかかわらずクッパを倒す。倒してしまう。なんてことあり得るんでしょうか？あり得ないでしょうね。帰ってきました、クッパ選手。ここは冷静に立ち回ってほしいところなんですが、気をつけないといけないところはありますか？そうですね。初見のマップなんで、やはり前後左右の感覚意識してやってほしいですね。ありがとうございます。じゃあ、このまま、進んでいってもらいましょう。さあ、焦ることなく冷静に。焦ることなく冷静にやってください。そうですね。焦ることなく冷静にやれば、おそらくは失敗なくやれるでしょう。間違いなくね、ゴールは近づいてるわけですか。おっと、ここは前後左右。あーっと、これは困りましたね。前後左右困るブロック。おっと、ちっちゃくなってしまった。ちっちゃくなってしまったが、ここで、第2ラウンド、無事クリアすることができましたね。今の葉っぱ取る必要なかったような気がしますが、やはり、ボスのスイッチを前にしても、一応、保険のためにしっかり取っておこうという思いがあだになってしまいましたね。一瞬の判断、大切な判断ですが、この判断間違えてしまうと、かなり命を危険にさらしてしまうというわけなんで、皆さんぜひ気をつけてください。雰囲気変わりましたね。残り時間が表示されなくなってますので、これはもしかしたらこのままクリアという流れでいいのかもしれませんね。おっと、これはこのままクリアなんでしょうかね。ちょっと勢いよく飛んでみましょう。はい、1、2、3と、はい、1キャップありがとうございます。実はこれはクリアではないと。実はね、まだまだ先があるわけなんですね。そう思いながら、クリアの映像、クリアシーンを見ていくと、まあ、あんまり落ち込まないというわけなんでしょうね。おっと、これは本当のエンディングか。真のエンディングなのか。つまりは、終わり、バーンって、ひらがなのかがね、上から落ちてきて、おかわりみたいな感じになるっていうのがあり得ると。おう。Help me. 次に囚われたのは、ルイージ。ルイージを助ける冒険は次の作品で。ということなんだろうか？ちょっと見てみますか。ワールド1。土管を通ってスペシャルワールドに行けるようになりました。スペシャルワールド。とは一体。スペシャルワールドに行くことで、何か救う、これルイージ救うんですかね。ということは、まだまだ冒険は終わらないと。ちょっと行ってみましょうか。スペシャル1日。
何かな、これ。これ普通に続きますね。まだまだマリオの冒険は終わっちゃいないと。ダラララン、ダララン。おっと、これは取ったらダメなやつじゃないかな。デン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 。なんかありますね。で、スターでこう勢いよく行かせる。これが罠ですね。はい。後ろも行けそうですね。はい。なんだこれ。スターコインが見つからない。なんということでしょう。一つのスターコインが見つからないと。おっと、一つ目のスターコイン見つかっていない。では戻りましょう。さあ、どこが怪しいか。おっと、今何か見つけましたね。おそらくスターコインじゃないかなと思うんですけど。ドゥルンドゥルンドゥン。おい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 、まあ、こんな風にしていくと、ん？やべ、はい、ってことは、おいおい、おっと、これは今、ダッシュジャンプ。ダッシュジャンプで、ほい。ほい。な、これ。え？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 今さら、地蔵。スターコインが一つ足りませんね。おっと、三つ目見つけました。いいですね。ダダダダン、ダン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 。おっと。地蔵葉っぱみたいな感じか。葉っぱ地蔵。地蔵葉っぱマリオ。葉っぱマリオ、タヌキマリオ。タヌキマリオ、ウィズ地蔵。これでスターコインは3つ獲得したわけ。やが。はい、あれです。はい、じゃあ時間いくらいなんで、この辺でありがとうございました。お疲れ様でした。